はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は黒金商業でやっていきます。で、アイテムの方なんですけれども、天才の入部届プラス大丈夫のメスで来てます。で、大丈夫のメスなんですけれども、これはもちろん能力アップでいきましょうということで、まあ、今回はね、割とネタの回でもあるし、ガチ回でもあるといったところですかね。まあ、大丈夫が成功すれば、かなりガチになるんですけれども、まあどうでしょうかね。まあ、失敗したとしてもね、とりあえず動画の方は続けていきたいと思います。失敗した瞬間に終わると多分短い動画になって、あの動画の長さを見た瞬間、あ、こいつ失敗したんだなっていうのが一目でわかるんで、でそうするとね、まあ割と毎回そうなんですけれども、甲子園決勝まで行ったか行ってないかっていうのは、この動画の長さを見るとちょっとね、分かったりするんですよね。あ、なんか今回短いなみたいな甲子園1回戦で負けたのかなみたいなっていうのが、まあ予測が立つというところで、であと天才の入部届俺全然使ってなくて、多分今30枚くらいありますで、天才の入部届をね、使った記憶があるのがパワープロ2017用で、二刀流のね、ミカミックスを作った時そこくらいですね。それで3枚くらい消費して、他はね、天才の入部届使ってないですね。かなり余ってます。なので、でしかも今回は割とネタできているという、ところで、イベントデッキの方を見ていきましょう。で、招き猫がない関係で、イベントのね、短い人をなるべく詰め込んだ感じですかね。で、彼女キャラについては、レンちゃんとゆかり様で、ゆかり様はまあ黒金なので連れてきてますというところなんですけれども、レンちゃんに関してはこれイベント切ります。彼女にはしないでエピログ経験点をもらいに行くという流れでいきます。で、レンちゃんに関しては野手の場合、彼女にしないと、まあ、重戦車のね、金徳がもらえないんですけども、まあ、重戦車だったら別にいいかなって、まあ、査定的にはいいんですけども、まあ、実際のね、実用性については、まあ重戦車はそんなに発動したのかしてないのかよくわかんないし、そもそもっていう、まあ能力なんで、ちょっとレンちゃんは経験点狙いでいきます。で、ゆかり様を彼女にして、前イベがね、上の段の3人になってます。で、ホムラちゃんはエピローグ経験点もあるので、まあうまくいけばこの3人からエピローグ経験点を大量にもらえると。で、かつ、ホムラちゃんに関してはイベント回数が2回と。で、レンちゃんに関しても、まあ、告白が来て、まあ、全部で3回で、通常のイベントがね、告白の、タイミングによっては、来ない可能性があるので、まあわりかし短めで済むと。で、ミオちゃんに関しても、イベント回数は金徳が2回の通常イベントが2回とで、かつ筋力キャラで、パワーヒッターがちょっと欲しいので入れてますと。で、バレンタインイベントに関しては、イベントは特に圧迫しないんで問題なしというところですね。で、後イベの人たち、下の段の人たちですね、まあ、ゆかり様はね、告白イベントと通常イベントが1回ずつあるだけなので、まあ、軽い人ですと。で、ちーちゃんに関しても、金徳2回の通常イベント1回、まあ、全部で3回というね、イベントが軽い人になってます。で、みやびちゃんに関しては別に軽いかって言われると、まあ、普通のキャラではあるんですけれども、ね、タックでのちょっと経験点も稼ぎたいなというところがあるので、SR プラゴをお借りできたのでちょっと入れてますと。まあ、みやびちゃんはね、全然重くないんで、イベント自体は、まあ、かといって軽いってわけでもないので、ここのメンツに比べれば、まあ、普通なので、まあ招き猫なしだけれども、イベント数的には消化できるかなというところになります。まあ、どうしてもね、招き猫なしで、ガチデッキ編成で来るとイベントがね、消化できない可能性がかなり高くなるんで、一応全員イベント消化を目指して組んでますと。で、あと今回黒金にしたのは、お守りも持ってきてないので、レンちゃんをね、切ってね、そのまま評価上げをしようとすると結構厳しいと思うんですよ。なので、黒金のアイテムに、まあ、頼りますと。アイテム買って評価を上げていくという方向で、まあ、やっていこうかなということで黒金を選びました。じゃあ練習の方をやっていきましょう。で、天才の入部届って、多分わりかし早めに覚醒すると思うんですよ。パワープロアプリとかだと、あのセクション1とかセクション2とかで分かれてるんですけれども、多分ね、セク1で絶対あの天才に覚醒するっていうような情報がありました今は分かんないですけど、早い時はもうね、2周目とか3周目とかでね、俺は天才だみたいなことを言い出してくるんですけど。で、大丈夫に関しては、
そういったのは多分ないと思うんで、まあ、うまくいけば後の方に出てくるのかな、まあ、ここも、不確定情報なんでよくわかんないですけど、どうしようかな、監督と練習して10円でももらっといてもいいけど、まあ、ホームラちゃんと練習するか、まあ、黒金なんでね、運要素も絡んでくると、まず大丈夫で運要素が絡んで、黒金でさらに運要素が絡むと、バクチだな、バクチ今回はで、レンちゃんはね、ここでヒットポイント回復できるのがいいですね。ヒットポイントってRPG になっちゃったけど、体力回復できるのがいいですね。でゆかり様は、最優先で上げていきましょう、まあ、ゆかり様はね、その金儲けの選択肢次第では評価上げていけるんでいいんですけど、でレンちゃんに関しては別にクリスマスに間に合わせる必要はないので、まあ、ぼちぼち上げていこうかなというところですね。練習状況を見つつ、筋力あと筋徳的に、まあ、ゆかり様はね、筋徳カジバのバカ力が確定で、まあ、割かし精神ポイントを使うと。でみやびちゃんは、アイコンタクト確定ではないんですけれども、もしアイコンタクトをね取れるってなった場合には多分また精神を使うと思うんで、わりかしね精神系を稼いでいかないといけないかなっていうのがちょっとあります。岩井と通していくか、ここはこういうところでねゆかり様の選択肢が出てくれるとすごい助かるんだけど、まあ、あとここら辺が成功してくれるか、うん、まあまあまあいいっすね。お、目覚めた目覚めた、天才だー。12、あ、12上がるんだ、天才って10かと思ってた。あと天才に覚醒した時にセンス丸がつくこともあるんですよね。ちょっと購買部は覗いていきましょう。いいねいいね、かわいいぬいぐるみ、即買いだよ即買い。ジュースは買っておきましょう。で10円のものは買っておきましょう。ときめきラブレターとか、みやびちゃんって確かときめきラブレターくれるんだよね。マジ欲しいな、みやびちゃんからのときめきラブレター。ちーちゃん、あ、そうそうそう、で、ちーちゃんが逆境を持ってて、みやびちゃんも逆境を持ってるということで、カジバのバカ力からの骸骨もわりかし回収しやすいかなと。で黒金は9月とかここら辺はわりかし回復するんですけど、10月とかでね結構連続で減ってくるんですよね。どうしようかな、ゆかり様を上げておきたい気もするな、みおちゃんもいるしな、一回ちょっとこっちに行くか。4しか上がらないかんね、いつもなお守り持ってきてたかんな。やっぱりお守りがあるとだいぶ上がり方が違いますよね。しかも商品補充されたね、そんな買ったんだ特にたっけーのしかねえな、たっけーのしか。強化晴天とかね余裕があればね買えるんですけど、どうしようかな、精神70円か、ただな今後の金の状況が分かんねえかな。ゆかり様も選びたい、ほむらちゃんとみやびちゃんがいる、どうする。いや、やっぱり確実にちょっとゆかり様を上げていこう。売り出してくれるか分かんないからね、ここら辺がね割と削ってくるのが痛いんですよね。案件4つあるからな、よしよしよし、とりあえず、ゆかり様と授業をしましょう。ゆかり様って割かし失敗しますよね、まあ、ちょっとハイリスクハイリターン的なものがほらほらほらあるんで、確かにね成功するとね結構稼げるんですけど、失敗率もね結構高いんですよね。あ、来た来た来た、かわいいネックレスいっぱいあんな。ちょっと待って、まずはかわいいネックレスを買って、かわいい指輪をな、もう買いたいけど金がないな、さすがに経験点10円のものは買っておいて、どうしようかな、パワースナック G もね買いたいよね、みんなの評価上がるからね完全に金をめちゃくちゃ使ってるな。レンちゃんねあげときたいよね。レンちゃんはね彼女にしなければ、この星4つ分あれば多分エピローグ経験点満点くれますね。監督と練習してちょっと金をもらおうか、監督から。まあ今10円なんだけれどもね、10円も大事だよ。ありがとうございます。
で監督も K マネー持ってんだよね。先生とかも K マネー持ってんのかな。お前の担任の先生はいいからいっぱい K マネーくれるぞみたいな。また10マネーくれるかね。かまってちゃんはねちょっと体力削ってくるのが痛いんですけど、まあこれで、1個消化して、どうしよう、11パワージュース的なものを飲むか。パワージュース G しかないっけ。100円だと可愛い指輪が買えないんだよね。パワージュース G、 あれパワースナックってなんで持ってんだっけ。パワージュース G を飲もう。もうこういうのね、余るときは余るからね。でゆかり様一応評価的には大丈夫か。まあ、あとはじゃあレンちゃんもちょいちょい追いつついきますか。でこっちさよなら男でやる気が上がって、でこれは通常イベントですね。これも1回で終わるんで、まあとりあえず興味あるでいいでしょう。技術精神をもらっておいて、金儲けで回復をして、どうしようかな。ここはバイトで確実に金を手に入れるっていうのもあるんだけど、マネちゃんもね結構いいんだよね。アイテムくれたりするから、大成功するとマネちゃんはまあ比較的そう成功率がね高めな印象はありますね。で技術強化極秘書いいね。で大丈夫が来る関係上ミートミートめちゃくちゃ高くなってんな。少し上げていきましょう。 C にしておくか。で弾道もちょっと、弾道とかも上がるんだよね確か。あちょっと待って、その前に上げられるものを上げていって、やっぱり強いな。もういきなりこれか。タフドリンク、スポーツジムチケット、これは買っておこう。アッシュ美職人欲しいね。みやびちゃんからねもらえるっちゃもらえるんだけど、欲しいのは欲しいよな。どうすっかな。筋力30円買っておこう。パワースナックももう買っておこう。これでみんなそろそろ評価的には良さそうだね。で金を残しておかないとねいけないんだけど、みやびちゃん、小村ちゃんも重なってるんで、かなり経験点が高いですね。64円もくれるよ。64ポイント手に入ったってことでしょ。でかつ監督がいたから、監督から金をもらえればありがとうございます。これだけで70円。あそうそうそう、ちーちゃんはね、ホムランちゃんとのタッグもあるんで入れました。まあ、イベントをね一つ圧迫するっていうのはあるんですけど、まあ、タッコンボのねイベントだったら全然いいでしょう。体力回復するし、早急骨もくれるし、経験点もでかいし、まあ美味しいんで。でここは練習試合、帝王が来てくれ。うんまあいいか、ジャスミン。特に美味しそうな練習はないね。レンチョンが、レンチョンがまだ2か。どうしようかな、流し打ちとか。芸術的流し打ちは別にないからね。どうしようかな。金をねある程度取っておきたいっていうのもあるんだけど、ミオちゃんがまだタックがいけない。レンちゃん1回上げておくか。告白イベントが起こっちゃうとね、これがなくなっちゃうんで。練習後に片桐とっていうやつが、でラブパワーもねそうすると発生しなくなるんですけれども、1個ちょっと、そうそうそう、俺分かんないのが、レンちゃんって35でイベントデッキで見るか、固有ボーナスの重い愛がつくじゃないですか。このラブパワーの継続率アップ、これって例えばゆかり様からラブパワーもらったり、ときめきラブレターがあるじゃないですか。これとかでも継続率ってアップするのかな。レンちゃんから別にラブレターじゃなくてラブパワーをもらわなくても継続率がアップするのかどうかっていうところですね。ちょっとそれが気になるところではあるんですけど、っていうかゆかり様の下僕への契約がないんだけど。もう12月に入るぞこれ。あ来た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 、ありがとうございます。さあ契約しましょう。これは主従関係を結びましょう。これはおーい。これ好き本当に。
犬でお願いします。いやいいねゆかり様、チャンスのコツもくれるし。走塁が下がったのか、敏捷もちょっと足んなくなりそうな気はするんだけどな。これゆかり様あるね、これどっちがいいの？どっちもどっちだよな。670、540、0になる可能性があるけど、ただね30もらったとしても別に微妙なんだよね。こっちで行こう。ゆかり様もうゆかり様にどんだけ投資したと思ってんの。ちょっと金儲けがあんまりうまくいってないですね。でちーちゃんの金徳1回目とで次で、終わるので、これはなんだろうね、ミート依存なのかな。でもミート C あるしね。パワーが足りないね、パワーが。金が172か、かわいい指輪169円もするんだ。あれ今高くなってる？ちょっと待って、なんか言ってた？あ、アイテム高くなってるマジか、かわいい指輪欲しいんだけどな。13円、3割増しってところか。だいぶ高くなるね。そうすると良縁祈願のお守りってあれだっけ。あーこれいいな、これいいな。ラブパワー発動させよう、ときめきラブレターで。ほら金を稼ぐ、90円、でかい、めちゃくちゃでかい。そして監督が10円くれれば100円になる12月の2週か、どうするかな。回復させるっていうのもありだけどな。練習できっかな次。まあいいや、ラブパワー中はね全然体力も減らないんで。でこれはそう、筋力がもらえるんですよね。もう 0%、 いいねいいねいいね。みおちゃんまだか、意外にまだだね。かわいい指輪ちょっと欲しいな、高いけど、あげられるときにあげておこう。レンチョンレンチョン20も上がったよ。おーこれで金を稼いでいこう。72円、いいね。この2回の練習でかなり金を稼いだからな。でこの DVD は今回いらないんで売りに出しましょう。でゆかり様とのクリスマス、これゆかり様あれどういうあれなんだろう。別にさ名乗らないとさ確かに意味ないよね。こうボランティア的精神でやってて、こう照れ隠しでなんか未来の人たちを探してるんだよみたいなことを言ったのかちょっと分からんけど、あげられるのはあげておこう。守備をあげておこう。でパワーと総力だな、ちょっと不安なのが。ちょっと待ってね、悩むね。一応コツが来てて、みおちゃんコツを踏めば多分強化いくかな。一緒に練習か。お金だ金、ちょっと金を稼いでこう。ゆかり様のな金儲けがな成功してればだいぶ違ったんだけどな。まあ、そもそもさこれ大丈夫で一発アウトになることがあるからねあそうゆかり様はねわりかしここでやる気を下げてくるんですよね。まあ、大吉とか出れば全然いいんですけど。大吉だー、まあ、ここまでは良かったり悪かったり金儲けがねちょっと割と失敗してるんで、すげえいいかって言われるとそうでもない。技術あるね、どうする。総力はちょっとな、パワーを上げるか。筋力足りなくなり
そうだからな。ちょっと D まで上げておこう。で総力も上げておこう。これでいこう。金儲けの日か今日は。さてさてさて、ゆかり様ゆかり様本当お願いしますよゆかり様本当何なのこの人、マジ詐欺なんだけどゆかり様マジ詐欺だわ。ほむらちゃんの1回目ですね。俺ゆかり様にいくらつぎ込んだ、マジか。なんかアイドルの追っかけとかやってる人ってこういう感じなのかな、ちょっとよくわかんないけど、別に追っかけやってるわけじゃないんで。全然違うよって言うんだったら本当申し訳ないんだけど気持ちがよくわからんけど。おほむとりあえず見ておくか。もう体当たりは来てるんで潰しちゃいましょう。へっすら潰して、ムードは取れない、臨床値がない。まあ、この2つでいいかな。他にレンちゃんか、そっかレンちゃん最近ちょっと上げてないな。そろそろレンちゃんも狙いに行くか。チャンスで、チャンスはバレンタインとか、ホムラちゃんのイベントで来るのでまだ置いておきましょう。これはもう金だよね。マジで金稼がないと。よしよしよし、行こう行こう行こう、徹底的にやるぜ。で、タックが来てるか。ここが響いてきそうだな。みやびちゃんさすがにくれるね、さすがにくれるけどな。ちょっと 13% と 8%。 監督もいるね。購買部パワージュースデラックス買うか。買おう、使おう。でそうするとどっちだ、金に走りたい気もするけどな、コツに走りたい気もするな逆境コツが来てないんだよね。さてさてさて、能力アップか。まあ、筋力をくれるんでいいでしょう。監督から金をもらって、さてコツ。あーレンチョン、レンチョンでも3にはなってるか。ミオちゃんもパワヒをまだもらってないからね。パワヒをくださいくれない。まあアーティストはいらないから。あ、来た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 さてさてさて、いきますよ。パワーアップしたい。成功率も高くありません。お願いします。さあ来い。おお成功した。マジか。5上がるね。まあ昔のね大丈夫博士に比べれば上がるあれがかなり減ってるんですけど、パワー上げといてよかったな。そうすると少しでも、とりあえずまだ置いておこう。で金儲けをして、さてさてさてどうする。もうゆかり様とか、あバイトだったらいいね減らないんで体力が。コツコツいきましょう、コツコツ。でホムラちゃんがチャンスをくれるんで、これはボールでいきましょうか。じゃあうまーい。いやいいね。阿部日を掴んで、でまあちーちゃんからもし阿部日をもらえれば4になるんで、それでアベレージヒッターは掴みますか。よしよしよし。で購買部を除きましょう。アルマオイルは買っとこう。でこれ買って、精神ちょっと買っとこう。あとは達人の極意が売ってるね。無理だわでもそれこそゆかり様だよ。おいゆかり様、今までのゆかり様が仮に全部成功してれば全く問題なかったのに。レンチョンもいるけど、みやびちゃん、みやびちゃんさよなら男って取ってなかった気がする。さよなら男、さよなら男取ってないよね。あ逆境来てたっけいつもらった忘れたな。まあいいや。
で、そうか、そうすると、レンチョンを1回上げとくのもありだけどな。ちょっと筋力やっぱり欲しいから。意外性はね、絶対取りたいかって言われたら、まあ、なくてもいいかなっていう感じなんで。よし、ラブパワーも発動してくれましたと。よし、行くぜ、リラックスしよう。リラックス、リラックス。おい。これ失敗するとね、ほんと痛いんですよね。成功するとでかいんだけど、まあ一応やる気は回復してくれて、メンタル。ちーちゃん、どうしようかな。チャンスをどうするか、もう読んで潰しちゃうか。アベレージヒッター欲しいからね。アベレージヒッターはさすがに1だと技術がだいぶきついね。コツ、アベレージヒッター OK、 ありがとうございます。で、餅つきバトルも来たんで、体力がさらに回復できると。まあ、あとアイコンタクトがどうなるかだよね。一応今のとここうなんか成功したり失敗したりみたいな感じで来てるからな、全体的な流れ。さすがに全部はうまくいってない。で、おホームが終わりましたと。で、レンちゃんがまだ特に何も来てないんだよね。監督も割かし評価は高いから、もう30円くれるかな。3あると30円くれんだっけ。特にレンちゃんとかもいないしな。ありがとうございます。で、餅つきバトルの2回目ですね。ラブパワーの恩恵があんまりないね、そういえば。で、まあここは一応ゆかり様の意見を尊重して、チームメイトの評価をね、上げる必要はもうないんで。てかゆかり様のデートが全く進んでないな。これはマネちゃんに走るか。ありがとうございます。マネちゃんはいいね、さすがに。しかも筋力強化をくれたよ。で、ちょっとこれはね、金を払ってらんないんで、走りましょう。まあ、敏捷ポイントももらえるし。そう、ラブパワーとかね、この金儲けでね、なくなったりするからね。あ、来た。レンちゃんの通常のイベントが発動しなかったですね。まあ、それはしょうがないか。告白が最優先なんで。あれもね、割と経験点でかいんで、来ればよかったんですけど、ダメー。もうほんとね、レンちゃんみたいなね、重い人はね、マジ無理っすね。まあ、これで評価も上がるんで、チャンスメーカー。あとは、パワージューサー買っておいて、あ、取り置きだけでもしとけばよかったね。監督はもう上げなくていいんで、精神買っておいて、体当たりとかはもういらないんで、ここら辺をどうするかだな、金次第。すべて金次第。みおちゃん、パワーヒッター取っておきたいのはあるけど、ちーちゃんかな。アベレージヒッターは取りましょう。みおちゃんはちょっともう一回来てくれれば、そこで踏みたい気がする。で、粘り打ちをつかみましたと。で、餅つきバトル、チャンピオンとの勝負、頼むぞ。どうだ、勝者は。やったぜ。とりあえずアイコンタクトは取れた。かつ守備職人も掴んだと。あ、そうそうそう、ポジション的にはね、一応セカンドなんで。これは何が来てる。あー、ローボールか。ローボールってもともといくらなの。高っ。敏捷強化極意書がかなり安いね。ローボール、金があるわけじゃないからな。ちょっと敏捷にしとくか。で、ここで DVD を売っ払っちゃいましょう。ちゃんと売ってくれよ。マネちゃんはね、今回わりかし働いてくれてるんで、どうしようかな。半額で65円をきっちり掴んでいこうかね。ありがとうございます。やる気も上げてくれたと。
で、極意書がわりかしちょっとあるね。使ってこう。で、少し能力アップを見ますか。技術が大量にあるな。技術余りとかにならないよね。大丈夫だよね。肩がわりかし上がってない。で、これも上がってない。うわー、臨床ポイントが足りない。技術が大量にあるけど、守備職人は3で使おう。アイコンタクト74か、結構使うね。そうすると筋力とかそこら辺をやっていきたいな。ここ人がいっぱいいるね。人がいっぱいいるからわりかし入る。40は入らないけど40近く入るね。ちょっとデートが全然進んでないところが気になるけど、筋力はでも欲しいしね。あとそうか、レンチョンだ。レンチョンもう1回くらいなんかね売り出してくれればいいんだけど。でここでまた回復するから結局ね、なかなかデートが進まないんですよね。まあ4月だからちょっと今月1回やっておくか。ゆかり様もうゆかり様とか信じらんないからな俺。岩井くんにしよう。おい、金儲けがうまくいかないね。金がたまらん。これやって、10円のものはちょっと買い漁っておいて、スポーツジムチケットも買って、こんなもんかな。とりあえずジムチケットはもう4月が来たんで使っちゃいましょうと。で筋力図鑑も使っちゃいましょう。でタッグ、うん、守備。いやでもみやびちゃんさすがだよ本当に。この経験ってさすがだよ。それやりたくなるよ。技術余るよそりゃ。3周、あーでもタッグが来てるね。みやびちゃん来てるね。ほむらちゃんがいるね。ちょっと今回は敏将に走るか。で次はデートをしよう、ゆかり様と。総力スパイク、おお結構上がるね。おい、あ、そっかそっかそっか、これこれでもさあ、満タンにはならないか。さすがにゆかり様は確かそんなにね体力を回復してくるキャラじゃないんで、まあそれがね黒金とも合ってますよね。結局次でまた5月の1周になって体力が回復するんで、ここで全開しちゃうともったいないっていう。まあだったら体力30回復するキャラで経験点を取りに行った方が効率的にはいいかなと。でなんだかんだでもう5月か。ちょっとどうすっかな。これはなんか微妙だな。微妙っていうかもうこの2人が何なのっていう。あ、ゆかり様もな、岩井くんもな、もう働いてくんないかな。ありがとうございます。でちょっと見るだけ見ましょう。あ、可愛いぬいぐるみ、これは大丈夫でしょう。買ってもこの辺10円のものは、あ、古びたツボも買っとこう。で摂氏30円だし大丈夫だね。ここでね買い漁るとねあれなんだよね、オークションで落札できないっていうことがありえるんで。ちょっとレンチョンが全然出てきてないな。あとはミオちゃんか。ミオちゃんのイベントって今全然進んでないよね。これはちょっと金を出してサクッといくか。100円、 ありがとう。早いね、一番いいパターンだ。でここでさらに体力も回復するから、マジデートが、マジデートが、みやびちゃん、みやびちゃんやりたい。いやレンちゃんいる。どうするこれ。まだ3か。レンちゃんだな。ちょっとマジレンちゃんを最優先にしよう今この時期は。レンちゃん最優先事項で、レンちゃんがいないとなると購買部どうなんだっけ。特に買うものはない。でお出かけでデートを進めると。
おいマジか、もう何でもいいわこれ。カラオケとか、ゆかり様カラオケとか歌うんだ。え、何、高得点を取るまで帰らせませんわよ。そういうキャラクターなんだ。臨床ポイントください。ありがとうございます。20はでかい。こういうとこで体力が減ってくれるのも嬉しいと。どうせここで回復できるんで。どうしようかな。やっぱりマネちゃんだね、ここは。よしよしよし。まあまあまあ。で、ラストアイテムか。ツボ拳法、これはやっときましょう。やる。これは何が起こったんだろうかっていう。よし、敏将が手に入るのはかなりでかい。来たね、かわいいネックレス。よしよしよし。パージュースデラックスも買っておくか。もう最後だしね。これ買うでしょ、これも買うでしょ。パワーバットとかも多分買えるよね。固め打ち買おう。ブンブンくん人形はさすがにいらないかな。これとか一応取っておいて、あとはちょっと補充してくれることを祈って、レンチョンはとりあえず4あればね大丈夫だねはずなんだよね。で、固め打ちは買ったから、固め打ちを掴んでおこう。あとはローボールヒッターとか、まあもしかしたら売り出すかもしれない。あれ、ローボールヒッターとかってなんか売り出さないのあったよね。監督から金がもらえるな。これはぜひ6月の4週で補充していただきたいものだな。意外性30円。これは一応体力が回復できる。金で解決しよう。6月中にちょっともう一回デートはしときたいな。どうすっかな。デート優先にするか、一回からデートかな。挟んじゃったからな。ゆかり様、やっぱりね、こういうからデートっていうのがねすごいきついですよね。本当そうすると、からデートのないキャラクターってそれだけでもね予定が狂わないっていうところがいいですよね。これ行こう。短縮する。これなんかもらえるときめっちゃもらえますよね、なんか知んないけど。で、下がるときはなんか結構下がったりするんですけど。商品、あ、来た来た来た。よしよしよし、ありがとう。ツボ拳法やりましょう。うん、54ポイントでかい。監督との話とかも今さらいらないんだけど。スナックもいらないよな。あ、会員権とかなんで2つも保持してるの、いらんわこれマジで。まあこれは買っておこう。打撃練習図鑑買っとくか。あと余ってるのってなんだっけ、アロマオイル、歯ブラシとかね。何これ、 1,2,3,4,5,6,7,8 ハックか、まあ大丈夫だな。じゃあ打撃練習図鑑買って、ちいちゃんがいるからね、まあ打撃はやるんで。もう今さらさ虫歯にならないよね多分。筋力はやっぱり欲しいね、ちょっと筋力は欲しい。で、ゆかり様今2回終わったんだっけデートが。そうすると7月はちょっとほぼほぼデートだな。カラデートが1回発生したのがやっぱり痛いな。で、ここは特に何にもないんで、ゆかり様とデートをしましょう。で、4回目のねバッティングセンターとかは体力減ったりするんで、まあ、そういうところはもうデート連続で大丈夫でしょう。ぶち切れる。この天才に向かって、天才プラス肉体改造したこの俺に向かってそんなことを言うなんて。あ、ここはめちゃ回復する回だっけ。6番セカンド。あー、パワヒが来てないのか。パワヒがサクッといって、ミオちゃんのイベントが終わってないんだな。
と待ってね、補給を上げられるだけちょっと上げておこう。 C にはしておいて、パワーを B にするか。でパワー比がないからちょっと弾道は上げておくか。大丈夫で弾道上がんなかったね。意外性取るでしょ。チャンスメーカーとかももう取る機会ないよね。でローボールヒッター取るでしょ。アイコンタクト取れるといえば取れる。取ろう。精神17か。やばい、精神が足らんな。やはり精神不足にもなるか。まエピローグポイントがねだいぶ期待できるんで、レンちゃん大丈夫だよね、読んで大丈夫だよね。そうレンちゃんはね読んで大丈夫だよなっていうのはね確認したはずなんですよ。よしよしよし、あとはもう勝つ。スポーツジムチケット2つ使ってるからね、まあ、悪くはないと思うんだけど、あとでチームメイトの能力も見てみますか。立川ちゃん本当かわいそうだけど、ボコボコに打っちゃったよ。で一応ちょっとじゃあチームメイトの能力を見ますか。銭形めちゃ強いわ。スタミナ99とか完全に完投できるな。伸びやつか。コントロール99になってるし、ドロップカーブ7か。あと小村ちゃんすごいね。あとはミオちゃんアーティストのパワー99。ミート E あればねそこそこ打てるし、てか守備すごいね。勝った守備補給とかほぼ A じゃん。岩井くん、いやー岩井くんもさ見た目によらずパワーすごいねどういう体してんだろう。あとゲットくんか。ゲット異常だなこいつマジ強えわ。みやびちゃん、まあ、みやびちゃんはねさすがにパワーはそこまでないか。もちもちもなすげえな。ちーちゃんもな、どこにこんなパワーがついてんだろうかっていう。やべえ足速いや、これは強いわ。この高校マジ強い。やりたいのはやりたいよな筋力。でもなちょっとまたカラデートが発生すると怖いからな。とりあえずもうデートは乾燥させよう。これで4回目ですね。まあ体力は下がるけど全然気にはならないですね。気合を入れて打ち込みと。これは完走できなかったな。まあ、まだ分からないっちゃ分かんないけど、このもう試合が始まった時のさイベント起こるのか起こんないのかっていうのがねよく分かんないんですよね。でできればアーティストよりパワーヒッターをもらいたいっていうのがあるんだけど、あとはこの犬がどんだけ頑張るかだよな。ほら行け、ガバじゃねえよ気合い入れろよこの犬が。カジバのバカ力少しってどれくらい使うんだ。まあ逆境のねコツをつかんではあるんでそこは助かっているんだけれども、もう取ってるし。どんだけ使うんだ。105か。105使うねやっぱり。早急ものはちょっと掴んではおきたいから2段階掴んでおこう。パワー比がなちょっと取れないのが痛いな。直撮りをする筋力はさすがにないからね。バッターはウラン第9投げました。これはちょっと1回見て、まずは見送りました。第2球投げました。あれちょっとずれたか。自分で点をもぎ取らないと。ちょっと待って、スプリットスプリット
うわやばいやばいやばい、点が入らない、点が入っ、どっちも点が入ってないのはあれだけど、1点か、1点は怖い、もう2点欲しい。長橋君に変わってる。今日はホームランを打っています。OK OK OK、うん、まあさすがに完封してくれたか銭形、まあ、多分完封したよね。パピオンには変わってないと思うんだけど、どっちでもいいけどね勝てば。おお一応来たな、よし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 、できればちょっと、おおアーチストかマジか、これは喜ぶべきなのかどうなのか。これでミオちゃん、あ来てるね。コツ欲しいわミオちゃん、ちょっとマジでここで、まあ、筋力でも不足している筋力が補えるんで、あーやったやったやった、パワーヒッターコツもらった、最後の最後で来たね。であとは甲子園を進む、とにかく進んでいく、体力減ってるんでパワージュースをちょっとガブ飲みしよう、まあ、ガブ飲みするあれでもないけどな。ここら辺もまだあるんだよね、たまにね使い忘れるからね。でさらに筋力ももらえると、あーみおちゃん最後働いてくれたね、超ありがたいわ。マチェット、打っていこう。でちょっと能力を見て、肩を B あたりに持ってって、守備も B に持ってって、補給だな、この精神量はきついな。で技術が若干余ったよね、アイコンタクトは取りました。あと火事場のバカ力は技術使いません。でアーチストもそんなに使わないよね、20だから、まあ、どっちかっていうと筋力使います。広角打法か、欲しいな、そうすると筋力が足らなそうだけどな、広角打法はあっていいからね、まあ、直撮りせざるを得ないから、ちょっともうパワー B あるしね、ちょっと広角打法取ろう。よしこれで臨もう。一応パワー非広角は掴んだね。でセカンドで守備職人も持ってるし、まあ、魔術師がないっていうのはしょうがないっちゃしょうがないんだけど、そこまでのね贅沢はできない。でしかもこのこの編成のサクセスってもう何回もできるもんじゃないんで、失敗したからじゃあ成功するまでやりますっていうものでもないんで、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、ここも点を取っておきたいね。ちょっと遅れたけど広角打法があるからだいぶ伸びたな。いやピッチャーすげえわ、あ変わってるわ。あそうか、ここ見ればピッチャー変わったかどうか分かるんだ。さっき銭形どうだった、全然見てなかったんだけど。コツが来てるね、まだドリンクもあるんで、よし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 、どうすっかね、これ負けるとさ確かさ使えないんだよね。例えば2回戦で負けたりすると取っておいたりして、ここで筋力に割と来てるのはでかいな。ムード丸、うん潰すの忘れてた。すっかり忘れてた。でもまあムード丸もね精神を使うんでね。でムード丸とかって効果がさ重複しないじゃないですか、別に一人いればいいっていう、まあ、精神的支柱もそうだと思うんですけど、それを考えるとねせっちゃんのチアバージョンとかどうなのっていうのがあるんですよね。そんな10人もさ精神的支柱の人がいてもさしょうがないじゃん。うわあ点取られてるな、しょうがない、これはもう自分で取ろう。あー悩んだ悩んだけどちょっと見逃した。これはパピオンは走らんか、まあでも点を入れてくれた、さすがだなうちのチームは。これはボール、これはボール、みんな出てくれてるね、ルイに。
第3球を投げた。これはちょっと見送ろう。第4球を投げた。よし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 。さてもう1本欲しいね。この回の先頭バッターは浦、今日3打点を挙げています。北斗はねやっぱりね打ちやすいっていうのがいいっすね。投げた。これは基本的にフォーク以外気にする球がないんで。黒金リードで迎える8回です。今日2打席連続でホームランを放っている浦。ポン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 運べるねやっぱり。でこれが2回戦目に来てくれるっていうのもまたいいですね。で銭形くんは完投してくれましたね。最初に失点取られたのはちょっと焦りましたけど、まあ投げ切ってくれましたね。よし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 。じゃあとりあえず A を目指して、 A を目指すからもうパワーバットとかそのまま使っちゃっていいよね。総力だけ C なのか、総力だけ C か。臨床ポイント、エピローグ経験点でもらえるのを考慮してとりあえず B まで上げておいて19。あー筋力も1増えるのか。でここでアイテムを使っていこう。まずはアロマオイルで歯磨いてからバットを使おう。そういうのね大事だよね。歯磨きは虫歯になったらねたまったもんじゃないからね、この甲子園に来て。でパワーはちょっと厳しいけど、まずミートは A にできるな。でアーチストは取っておくか。でそこからカジバのバカ力からももう取っておこう。ムードもまああるっちゃあるから取っておく。どうする、なくてもいいんだけどな。ちょっとムードを取って何かが取れなくなると嫌なんでとりあえず置いておきましょう。あとはエピローグ経験点でちょっと持っていく感じになるかね。補給、うわーすげえ精神使うわ。どうすかな最後、じゃあ精神にしようかな。6レンチョン、レンチョン4で本当大丈夫だよね。もう不安でたまらんわ。読んで大丈夫だったはずなんだよな。かといってここで肩練習をするのもな。スカウトの評価を上げつつ精神を稼いでおくか。あとはなゆかり様の金儲けがうまくいってセンス丸達人の極意を変えてればさらに強い選手ができたけど、まあ、それはちょっとねだりすぎだよね。でアンドロメダ大西はマジで打てない。こいつはねやっぱり急速速くてね街道持ちっていうところがねすげえやだ。はんうおおまあいいや、別に点取られてもホームラン打たれたんだなきっと。ワンアウトランナー二塁という場面で浦スクリュー投げた。あ、ま、待って、あーボール球にね手を出してしまったよ今。投げました。見送ってボール、カウントワンボールツーストライク。投げました。もうちょい早ければいったかもしれないけど、これはまたカーブ。早い、やっぱりね早いストレートが。とりあえずヒットだな。1本は打ちたいな、できれば。さあ次の投球打った。ライト前進、取りました。ツーアウトランナー。しかも負けるねこれは。ツーアウトランナー一塁という場面。最後の試合経験点が。3打数1安打。第2球投げました。ストレートウエストしてきたか。やべ。足めっちゃ速いかんね。おお当たるかと思った。次が4球目投げました。外れて。おお結局フォアボールか。振っとけよかった今。しくじったな。最後はしくじった。これ1本打つといくつ49か、まあ、最後フォアボールで出たから本当にヒット1本だけだったらかなり少なかったな。1位とか49ポイントが50ポイントになったっていう感じだな、まあ、とりあえずドラフトで1位取れたのは使
救いだな。さてさてさて、こっからよ、こっから。エピローグ、ゆかり様はもう絶対 OK。 80くれるね。よしよしよし。でおほむも絶対 OK。 でかつ気迫ヘッドもらって、これどういう構造になってんのどことどこで話してんのこれ。なんかさあ、もらえるね、もらえる、やっぱりもらえるよね、読んでもらえるはず。そうそうそう。で6000超えて、6000超えましたと。経験点的には悪くない。でちょっと補給がどこまでいくか一回試してみよう。 A までいかない。で守備も A までいって、肩、あー敏捷が足らんのか。そうするとオール A は無理だな。ちょっと一回全部下げよう。ここがめちゃくちゃ使うんだな。でまず特殊の気迫ヘッドはまあそれは取るでしょ、せっかくだし。ムードはちょっと置いとくでしょ。でどういうキャラにしよっか。まあパワーは余りがちになるからとりあえず A にして使っておく。敏捷、敏捷、敏捷はどうなの。敏捷を上げるとね、多分守備力、守備は A にしたい。で補給は B にしておくか。でせっかくだから8上げれば A になる。でそうすると技術が余る。で技術が余った時は余った時の打球伸びを打球伸びもう一個取れんね、これ取ろう。で外精神がわりかしあるね。精神がわりかしあるからムード取っちゃうムードいい選手になろうか。で代打か、代打も一応ちょっとつけとく。盗塁アシスト、あ競争心いいね、競争心つけよう。であとは技術精神、まあ、技術精神があるとはいえ気分屋はねマジでいらないから。パワチャレはね俺基本的に絶好調のやつしか出さないんで気分屋とかいらないですね。コントロールでも上げとくかという感じか。うん、まあね、あの査定に走ったわけではないので、まあ S4 止まりではありますけれども、まあ、能力と持ってる特能に関しては、まあ、実用性があるんでいいですかね。まあ、アーティストも持って打てるし、まあ、守備職人持ってるんで守れるし、アイコンタクトあるんで、まあ、もし遊撃手にアイコンタクト持ちがいれば、まあ、守備力も上がるしというところですね。で送球もあって広角もあって、チャンスにも強くて阿部ひも持ってるんで、まあ、使える選手だと思います。うん、やっぱりね、ただ天才入部届を入れたりするとその招き猫をねどうするかっていうのがあるんで、そうするとイベントが、全部消化できない関係で、ガチデッキではいけないっていうところがあったりして、まあ、そこはねなかなか難しいところではあるんですけども、まあ、何はともあれとりあえず大丈夫を成功してよかったなというところですね。なんか途中のね金儲けがねやっぱり悔やまれるところはあるんですけれども、まあかなり強い選手が、できましたので、まあよしとしましょう、というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。